ラバックステージパスプレゼンツ、バックステージ外観の一丁目 DVD ボックス3。2013年6月から2014年5月まで総集編、7月19日発売決定。いやー、カレンちゃん、アグちゃん、ついに DVD ボックス3が発売されますね。ついに。はい、それでは今回の DVD ボックスの商品概要の説明をカレンちゃんお願いします。はい、今回の DVD ボックスは、まず完全限定生産、そして16ページのブックレット付き4枚組の特製ボックス仕様となっております。そしてアグちゃん、今回は4枚組となっているんですけど、どういう内容になってるんですか？はい、ディスク1はツンツで爆音、番組出演ダイジェスト集になってます。そしてディスク2と3はバックステの2013年から2014年のバックステトピックス集、全編後編になってます。そしてディスク4は私たちバックステ外観の1丁目の総勢82人の自己紹介映像集になってます。いや、カレンちゃん、すんごい盛りだくさんの内容だよね。本当に盛りだくさんの内容になってまして、まあ、聞いたところによると、なんと総収録時間が7時間を超えるということで、まあ、これ見るのもちょっと大変かもしれないんですけど、まあ、夏休みも近いということで、休みを利用してこう見ていただけたらなっていいと思います。そして、まあ、今後もこうやって DVD ボックスとして、まあ、内容をね、記録していけたらと思いますので、4、5、6と、まあ、バックステージ外観の1丁目の歴史を続けていけたらなと思いますね。ね。それではここからは今回の DVD ボックスの見どころをお伝えしたいと思います。まずはディスク1から。ディスク1はツンツベ爆音、番組出演ダイジェスト集となっております。はい、ですね、メジャーデビューシングル「ファイトファイター」からファーストアルバム「マルチカプロデュース」まで、そしてバックステ外観で初の海外進出、そしてイベント、イタリアでのイベント出演の模様など、ドキュメント映像が盛りだくさんとなっています。じゃあ、このディスク1からおすすめのシーンなどありますか？そうですね、やっぱりメジャーデビューシングル「バイトファイター」の発売日には池袋サンシャイン噴水広場さんの方で発売記念イベントをやらせていただいて、やっぱアイドルの登竜門と言われているあの場所で、その時在籍していたバックフットカーネイティブ全員でイベントに出れたことも嬉しかったし、あとやっぱ拡散ウォーキングとか、はい、あったー、西熊に、ティッシュ配りしたり、本当にこう地道に私たちが活動している姿も見れるので、うん、ぜひそちらも見てください。はい、はい、私もですね、ファイトファイターの、まあ、発売までの道のりがあったと思うんですけど、この他にミュージックビデオの裏の映像とかがあって、みんなが寝てたりとか、まあ、広松なつみちゃんがね、こう面白い映像を撮ってたりするので、まあ、そこもちょっと見てもらえたらなって思います。あずちゃんも。はい、私は何と言ってもイタリア進出の映像ですね。私も行かせていただいたんですけど、その中でも、まあ、まだ放送されてないホテルでの映像だったり、あのローマ観光行かせていただいたんですけど、その映像だったりが入ってるので、ぜひそこ見てほしいなって思います。はい、ナビゲーターを担当させていただきます、バックステ外観第一丁目の亀井出入りです。よろしくお願いします。渚さん、何が起こったんですか？イエーイ。それにプシュですよね。わーい。ローマすっごい綺麗。やばい。こんにちは。続いてはディスク2、3。はい、このディスク2、3はですね、バックステトピックス集、2013から2014前編後編となっております。はい、こちらはですね、2013年6月から2014年5月までの各マンスリーランキングの上位キャストがその月を振り返るバックステトピックスとなっております。店舗イベントはもちろんなんですけど、外部イベントまで盛りだくさんで、1年間のバックステの奇跡が凝縮された1枚となっております。それじゃあ、なんかおすすめの映像とか2人ある？あります。お、
なんと今回、うん、私すごくびっくりしたことがあって、うん、キャストのバースデーメニューの画像が全部上がってるんですよ。すごいと思った、うん、これなんか当日の店舗に行かないと見れない画像だったりするので、うん、これが入ってるのはすごかったね。すごいなって、懐かしいなって思いながら、うん、多分プロデューサーさんとかもすごい嬉しいと思うね。そうだね、うん、あずちゃんともえちゃん何のお買いだったの？私はあの唐揚げ丼みたいな、マカニャイ丼っていう名前にしたんだけど、前は前のポカポカオニオングラタン、あれ美味しかっためっちゃ、だから今年もそうしようと思う。それまでダメで、まあ上位キャストのバースデーのステージのね様子とかもあったりするので、それも、まあ、当日行かなきゃ見れなかった映像と思いますので、それも入っております。そして、うん、あとは5期生と6期生のお披露目ステージと初ステージが実は載っていたりして、私は社員旅行の映像がすごいいいなと思って、社員旅行で4回分の映像が入ってるんですけど、その映像が結構見どころで、あの行ったことないプロデューサーさんも行ってる感覚になれるような楽しい映像になってて、そうだね。私はですね、あの店舗のお披露目、初お披露目の店舗のちょっとやっぱなかなかね、来れない方とかもいると思うので、それなんかキャストのすごいもう緊張してる顔とかも多分すごい映ってたので、それもねぜひ見てほしいなって思います。あと店舗イベントでもいろいろあったよね。そうだね、いろいろあったね。もう1年間あったから、まあ、店舗でもたくさんいろいろなことがあったと思うんですけど、1年間だから6月からだと、父の日だったり、あと七夕は浴衣写真撮ったりとか、あと8月ははっちゃけ祭りのスペシャルがあってやばいですよ、この映像がとんでもないよ、衝撃だよね、衝撃的だから、ちょっと見てほしいなって思います。あとは10月とかだと体育祭がありましたね。11月だと文化祭をテーマのステージでやらせていただいて、そう、なんかなんでこの服買っちゃったんでしょうみたいな、あ、なんでこの服買っちゃったんだコンテストみたいなのがあったんですけど、なんかそういうのも普段見れないキャストの私服とかが見ることができるから、ちょっとね、それも見どころかなって思います。年末年始、何があったっけ？あ、バックステの、忘年会？バックステアワード、そうだね、あったね。あと、紅白？あった、バクステだよね、バクステ、バクステ、バクステ、そのままね。あとは年を越して、正月だから書き初め大会、やったー、祭り、バレンタイン、いっぱいあるね、そうだね、そうやって考えると本当に一つ一つね、ちゃんとやってるから、そうだね、本当になんか、今月はこれがあるんだとかね、分かる、分かる。なんかさ、なかなかバックステにいるとさ、遊びに行けなかったりするけど、バックステにいればその月の風物詩を味わえることができるから、すごいね、そう考えると本当に毎日充実してるんだなって。なんかあれじゃない、この行けなかった人もその DVD で全部見れちゃうから、そうだね、ここがおすすめなんですよ。まあ、あとは店舗イベントだけじゃなく、ライブイベントの予約もたくさん、そうだね、出てて、いろいろあったけど、あ、でもやっぱツアーが一番だね。行けなかった方も本当に見てほしい、感動します。本当に感動します。自分たちが見ても、改めて見ても鳥肌立つぐらいすごかったし、そこもギュッと詰まったディスク2-3になってます。見てね、見てね。食べてみよう。目合ってる、目合ってる。そんな感じで食べる。回って。あの時諸星あずなさん一皮むけましたよね。多分むけたと思います。
鮮明に覚えてることがありまして、ダメ笑ってダメっていう企画があったんですよ。会に出たんですよ私で、出てこう笑ったら後ろありさちゃんにボーンとなんかこれからは良識のある行動を取り、赤坂ブリッジ行くぞー。最後にディスク4、はい、最後にディスク4は爆裂外観でイケメン全82名の自己紹介映像集となっております。こちらは1期生から6期生まで全82名いるんですけど、そのみんなの個性がいっぱい詰まった自己紹介映像集を1個大公開です。1個大公開なんで1挙全部見れますよっていうことを、1挙公開ね、伝えたいです。はいはいはい、じゃあこの中で見どころはありますかね、なんか。はい、ね、でもね、これはね、今まででワン、ツー、ディスク、あの DVD が出てるじゃないですか、うん、ワン、ツー出てて、うん、で、今回スリーなんですけど、うん、その3つとも、うん、私多分同じ自己紹介やってます。うそー、同じ時に多分やってる。それね、見てほしい。ワン、ツー持ってない人買ってほしい。そうだね、確かに、それはあるね。あるね。まいちゃん、なんかある？そうですね、やっぱでも5期生、6期生が初めてその自己紹介映像集に入ってたりとかもするんですけど、うんうんうん、なんだろうな、あの面白い人いたよね。いたね、うん、なんかね、いたよね。毎回面白いんですけど、その方はなんか、幽霊みたいな。そう、なんか毎回その、私も DVD 全部今までも持ってるんですけど、うん、その自己紹介映像で絶対見る子がいるんですよ。うん、その子が今回もすっごい面白くてなんかいいなって思ったし、まあ、個人的にはあの特技はすごい見てほしいなって思います。まいちゃんの新しい特技もそういらされてる、初公開いいね。かねちゃんは？私はね、まあ、あのどうなるになってるか言いませんけど、わってたそうわじらして、ね、ちなみにこうね、うん、チャプターになってるみたいですよ。あ、そうなんだ。それぞれのね、そうところに飛べるんですよ。そう、だから見たい子を飛べたり、同じ子を何回も見ることもできるからね。そうだよね、まいちゃんの歯をずっと見たりね。ごめんって、ごめんって嘘嘘、ごめんって全然大丈夫です。はい、というわけでね、ぜひね、うん、もうね、見てほしいです。おはようございます。プロデューサー、ダンスが大好きな1期生の広沢舞です。バイバイ。それでは最後、この DVD ボックスについてお話しよう。うん、カレンはこれを見るときっとバクステの1年間が全部分かってしまうと思うよ。そしてこの DVD を見たらもっともっとバクステ外観の一面のこと好きになると思うよ。その通りだと思うよ。思うよ。ぜひ皆さん手に取っていただけたら嬉しいと思います。それでは以上、青島